はい、本日は八丈島に来ております。渡船ができなかったので堤防で釣ってるんですけど、本日の同行の人はいつもの八丈島御用達幕長の人です。で、やってるんですけど、あれ浮きが見えない。あれ浮きどこ行った？さっき当たり出たんですよね。ってことで、おっとっとっと、やりましたね。なんかしかし色が断然違う。はあ、恐ろしいこと言いますけど、いや、巻きたての糸のツールが切れた。いや、グレじゃないですね。グレじゃないんですけど、糸がえらいことになってます今。上がれたのか。あ、待って、なんかしかし小町な魚ですよ。なんかこの白いやつはなんだっけ。お、シマアジ？あ、じゃなくて南洋カイワリ。やりましたよ。お、久しぶりのタモ入れ。タモ入れやで。いや、これイサギじゃねえの。あ、あ、もうあかん。ぐちゃぐちゃになった。なん久しぶりにしたら入らん。なんでしょうねこれ。よいしょよいしょよいしょ。ほっほっほ、ほらほっほっほ。これはこれは謎の魚やで。はい、なんだこれ。あ、あれあれ、カンパチの子供。塩ですね。はい、塩釣れました。大きさは30センチくらいですね。はい、残念ながら。いやいや、残念じゃないですよ。カンパチですか。ありがとうございます。ワカシとかなんか塩、なんか呼び名がありますよね。塩、ちっちゃいカンパチは塩。残念なカンパチは塩なんです。結構、はい、一匹釣れたのでさらに追加したいところですけども、あ、いる？やっぱり見えてる？おー、なんか変更かけるのめんどくさいんでかけてないだけなんだけど、すげえ水れ。あ、これ食ってるの。なんかまた謎のダツ。来たー、ダッちゃんです。ダツですわ。はあ、景気よく餌まいとったらあかんね。あー、あー、そうか、浮き下はあるようでないんだ。お、お、ビッグホワイトじゃないですか。ちょっとごめん、今針結んでる途中なんで自分ですくってね。違う。え、何それ。え、お、グレじゃん。違いますよ。あ、イスズミそれ。楽しい。よかった。おめでとうございます。やりますね。これまで
に、いつまでもやられっぱなしじゃないですね。今綺麗に、うん、いや綺麗っつか、なんかさ、竿を引いたじゃん、はい、あれが誘いになったんじゃない？あ、なんか急に食ったじゃん、ガって、はいはい、それまであんまり気がなかったのに誘いですよ。あと昔よくやってた誘いですよ。一時期やってたじゃん。やってましたね。やってなんかいつ頃から忘れてやらなくなったけどさ、だから昔はこれちょっとこれ引いたらいいんだよとか、なんか誰かに聞いたよな、誰か上手い人に教えてもらったんだけど、分からずやってたんで身につかなかったって。何でもいいから釣れたらいいのになって言っても和歌山じゃ釣れないっすよ。やっぱり八丈は違いますよ。あ、なんか上にでかいのいるけど、あれなんだ、ボラか、ボラとかいる今。ウスバハギか、なんか今浮きのそばめちゃめちゃでかいの取ったわ。うん、でかかった。あれ当たりでねえな。よし、今度はなんか釣れそう。なんか赤いコブダイみたいなやついますね。こいつかけたら面白いよ。ちょっとそのテクニウムの古いやつ安く買って分かったんだけど、そのスッとブレーキっていいっすね。ハンドル回らないの、ブレーキ出した時にハンドル回らないでしょ、それいいじゃないですか。いやもう当たり前になってるのか分かんないけど、あっ、とまたでかいのかかったよ。うし、お、また白い青物かな。え、いや、糸が落としてる。ああ、いやドラグ緩めてるんですよ。Vハードは強いね。強い、切れる感じがない。青物これもあのカンパチすると、あ、ちょっと平べったい、分からん、なんでしょうね。同じですよ、同じか。いやカンパチがよう釣れるの。イスズミですかこれ。ちゃった。シマアジ、嘘、シマアジだったらいいじゃん。なんかイスズミかシマアジか、なんかイスズミっぽいような気もするんだけど。イスズミだ。ですね。いやでもやっぱり水温高いんでよう引きますわ。引きますよ。うん、やっぱり温度高いとイスズミ元気じゃないですか。はいはい、元気。はい、また雨雲がやってまいりました。厳しい戦いになりそうです。では入れてみましょう。ポイッてちちちちちポイッと。こんなはい、
みぞれが降ってきました。遅く。痛い痛い。やばい。今俺ロッド持ったらビリビリってきたんだけど来てない？感電してない？ああ、ゴムしてるかわかんないじゃない？いやひょっとしたらちょっと帯電してるかもしれない。今ビリビリってきた。あ、来てる来てる。ちょっと竿を離した方がいい。手にビリビリってきた。怖っ。雷鳴鳴ってないのに。前もなんか私。なんかピリピリするんですけど、これあのやっぱ静電気なんですよ。やばい、あ恐ろしいですね。恐ろしい状況になってまいりました。はい、一巡回りましてちょっと当たりが止まっております。先ほどから幕長の人にですねでかい魚がかかって切られてるのが連発してるんで、今さっき太仕掛けに帰ったところですね。で、何が連れてくるんでしょうか。そして私の方のちっちゃい魚の連れてくるかどうかっていうのもなくなってきましたね。さっきのやつ出そうですか。はい、さっきのやつ出そうですか。いや出そうじゃないな。でもたまにしか出ないの。そんなに引きはなかなかなかったからこれちなみにね、道糸何号なんですか。これは5号か6号だ。あ、5号か6号。これ4号竿ですよね。いや、3号竿。え、3号も買ったの。あの伝説の4号じゃ、なんかちょっと細いなとは思ってたのよ。4号はちょっと4号は行動しいかなと思って、3号ぐらいで感じて取れるようにしたいなと思って。なるほど。まあ早くやっぱそれでもインターラインだから太いは太いね。太いは太いですね。まだでも餌取り出てるじゃないですか。俺も今日はずっとその風でそこがバラバラバラってなってばっかりです。なんでバラバラバラってなるんですか。それやっぱりあのスプールに馴染んでないから。まだ巻いたばっかりじゃないですか。ああでしょ。俺のもそうよ。なんかごっついやつってなじまないんで。なんだろうな。やめんのか。もうみんな60なのかな。いやそんな年じゃないと思う。見た目じゃ分かんないですからね。釣り具関係すげえ若く見える人いますから。いい感じに絞ってるじゃないですか。これ沈んでいくのずっと。そんなに沈まないです。おお。今これちょっと馴染んできた。このパターンをちょっと見つけたんで。おお。で当たったらガーンって下まで引きずり込むの。締めなくてもいいんですね。いやまあ締めてもいいけど、まあ走らせる余裕があるんだったら走らせてやれ。走らせても全然いいわけだ。ここだったら誰もほんでいないもんね。そっち に走られても迷惑になる可能性あんまりないじゃん。だいたい 50m も走らないと思いますよ。なんか俺の方はもう当たりなしになった。足が濡れてて、うん、またいやもういい時間に上がっていいっすよ。ちょっと待ってください。いやそいつとは勝負してください。もう一回切られるのか、それかまたとんでもない下手者が出てくるのか知らないけど、もう一回当たりそうな感じはするんですか。チャンスあるんじゃない。
あ、今度はだいぶ入るね。これ餌入残ってるとかって入ってくるの？残ってるんだよ。いや、さっきより中に入るじゃん。浮きが。餌があるから沈んでんじゃね。いや、わかんない。まあそんなに連発するもんじゃないから、やっぱり来るときが来たらドバーンって来るんじゃない。そういうの逃しちゃダメなんですよね、うん、まあそう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 、まあそれはそうなんだけど、朝一でもないから、そんな気合い入れた、朝一は気合い入れろって言うから太い仕掛けって言うけど、この時間に今更来るかっていう感じだからね。あ、餌取られてる。あ、あったか。それ全然餌触られてない。ちょっとふわっとしてる。ちょっとなんか触られてる感じしますね。インターラインはね、だね、昔あんなにインターライン好きだったのに。あ、頭かじられた。となると餌取りかなんか分かんないんだよな。うん、あ、はい、どうぞどうぞ。まだ望みがありますから。あ、わかりました。はい、本日も八丈島の堤防になってしまいました。土砂に出ません。昨日と同じような曇りですね。若干昨日よりマシかなっていう気もする程度で、多分一緒のような感じになるでしょう。ということで今日も爆鳥の人と堤防で釣りしてみたいと思います。堤防釣り恐るべしです。6段反応なしじゃね。いやいやいや、今日も厳しそうでガンスよ。はい、釣り始めて1時間強と、餌取りがあまりひどくて手前は釣れなくなったんで先の方にエントしております。反応なかったんですよね。ちょっとずつ当たりっぽいものが見えてきたんで、そろそろ釣れるかもしれないんで撮ってみたいと思います。お、消えた。違うのかな。あれ当たりなんだけど乗らないな。なんだろう、ちょっと噛まれてるな、なんか餌取り系の当たりっぽい気もしないでもない。いやーすごいね、黒潮のいい色してるんですよね。天気悪いけど海の色がすごい黒い。いやーこれは 魚はいいんだけどね、それなりに渋いんだよな。いやー島に来りゃ簡単に釣れるかと思ったんですけど簡単じゃないですね。入ってったけどな、これ。これじゃあダメなのか。これまだ本当たりじゃないのか。ここからなのかな。このきっと沈んだところから進まずに終わっちゃうんだろうな。餌取られた感じかな。早えな。すごい風。お、来た。来ました。あ、つい。死んだ。やりやしたぜ。あれ。おほや。出ました。カーマスちゃん、はあ、こいつか。おお、怖い。うこんなん出ましたけど何ですかこれ。なんか見たことないような、あるような、見たことあるようなないような謎の魚です。はい、あれ、これってグレですね。
お、初グレ初グレだ、初グレ、すごい。いやー、来ると思わなかったよ。お、こいつはオナガンですね。オナガさんです、ありがとうございます。ガテキスの人、いやいや、オナガってなんかたまにパラッと釣れるじゃん。オナガのパラッと釣れるのは続かないっすよ。いい感じに絞ってんのにね。餌は取られてる。あ、じゃあもう早い段階で取られてるパターンやね。もうそのあたりじゃ餌ないんじゃん。いやー、残念でした。ありがとうございました。